便器さん兄弟元気なん負けないと食べないスタイル。うん、皆さんこんにちは、ひまわりチャンネルのまーちゃんとおーちゃんとぷぷです。うちの社長、これが、あ、はじめしょっこれ、え、そうなの、よー、はじめ社長です。はい、というわけで、はい、今日は、はい、スピーするもの、はい、これゴンテンさんがやってました。え、私見てない。これね、実ね、パパね、多分1ヶ月前からね、もう買ってたんだよね。ずーっと温めた。パパはそういうとこある。何個かおもちゃ温めたんだけど、うん、温めてるうちに、あれ誰がやった、あれ誰がやった、もう結局後になっちゃったんだね。ファーストを主張したいんですね。はい、もう届いたらすぐやりましょう、ね、これね、見たまんまのトイレです。洋式便器ですね。本当はいろんな種類あるんだよ、トイレの、ね、便器の色の。これがラインナップってことです。そうそう、これは便器、これ便器じゃないじゃん。これはなんかちっちゃいフィギュアみたいな。あ、まあ、とにかくなんか4種類か5種類くらいあるんだよね。便器の色自体が4種類くらいある。8種類です。そう、そしてこれを買い物カゴ入れたら、3個入れたら、なぜか3個全部黄色と、というよし、ペースさん、気をつけてください。じゃあ開封しましょう。開けよう。私ね、これずっとやりたかった。どんなおもちゃなんだろう。やっぱ海外のおもちゃって説明書が読めないから、ちゃんとした遊び方がね、まあ一応ここに説明書いてあるんで、まず便器の蓋を開ける、はい、便器のタンクを開ける、うん、便器のタンクの中身を水に入れてぐるぐるすると、うん、何か出てくるっていうね。なるほど、はい、そういう流れなんだと思います。今一番懸念する点としては、全部同じ色の便器だから中身が被るんじゃないかっていうね。これ、これ開けたら何のキャラクターがいるか分かっちゃうからね。おーちゃん知ってるの。違う、開けた時にパカンって開いたから、あ、開けちゃったの。パパ、こっちもあるよ。全部開けたよ、はい、こんな感じでございます。なんか便器の上にピンキー、便器の上にピンキーってこと。裏も見てみたいですよね。ここにヘラみたいな、これでうんちをすくうの。こうやってうんちすくうの。うんちあれ、うんちをすくってここに乗せる。もうすでにここにうんぴ乗ってるから、そうそうそう、裏は、あ、裏は普通の便器。なかなかさ、便器の裏って見ないね。あ、見ないね。ここにね、あー、なんか入ってるよ、入ってる。いやー、なんだ、うんぴが乗ってる。なんでここに立ちたの。やだやだ、気持ち悪い。すごい、なんかいい感じに作ってるのね、うん、めちゃめちゃしっかりしてるよね。これリカちゃんのトイレにできるんじゃない。リカちゃんのおトイレにここにうんこ乗ってる。ちょっといいですか。はい、便器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 さん兄弟便器。ここチーンって、ここでチーンって。ひまわりオリジナルグッズ売ってよ。オリジナルソングもダウンロードしてね。行きます。から、はい、せーの。チョコ。おお、かわいい。こ。なにこれ、なにこれ。え、ワンちゃんやん。かわいい。おお、なんか今口が。プニプニ。プニプニになるんだ。プニプニ。プニプニ。わあ。かわいい。お、すごい。なんか、ね、すげえ、私下の方に穴が開いてるんだけど。あ、これね、多分餌あげると思う。うんぴーするんじゃない？うんぴー。はい、じゃあ私のあげます。動かないようにお願いします。今上がってる。え、いつか。あれ？あ、カンマカンマ。あ、じゃあまーちゃんも絶対そうだ。まーちゃんも。まーちゃん、願って。昼の望み。信じよう。行きます。あ、違う、ピンクだ、違う違う、ピンク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 。もうどんな子かな、かわいい、開けてみて。え、豚さん、あ、ほら、豚鼻だ、豚鼻。よかった、かぶらなくて。めっちゃ気持ちいいね。めっちゃ気持ちいい、伝わるか。結構さ、質感が重いね、これ質量があるね。単純にこうへにょへにょって感じじゃなくて、これ結構しっかりしてる感じですね。へにょへにょ、ここに穴が開いてて、大きな口が開きます。パクパクパク、食べちゃうぞ。うわー、今の食べた。あ、まーちゃんが鼻かじられた。臭い。
まーちゃんのやつね。パステルカラーだね、この子はね。目がハートだよ。目の白い部分がハートです。いいなー。この子も大きな口が開きます。全部角がね、これユニコーンって感じなのかな。やっぱこれも大きい穴が開いてますね。今発見してるんだけど、これこういうの作り方、めっちゃ、クオリティが高い。もう一個の蓋あるんだよ。便座も開くんだ。そうだよ。蓋ついてる。え、ショーの時は？ショーの時はそれ男だけだよね。ねえ。レディー？でも我が家はタッチション禁止ですから。そうですね。飛び散るので。はい。やってます。みんな注目して。これ開けてないしよ。じゃあみんないっぺんにせーの。バカボン。お。あ、なんかね。白い袋のやつが何個入ってるんだろう。トイレットペーパーの柄だ。トイレットペーパーと派手なマーク。何が入ってるのかな、入ってるかなって感じ。これでこのおトイレの中に入れるんです。そしておトイレの中でこれを浮かすんです。トイレットペーパーみたいな感じで。ちなみにタンクと便器はつながってないんだね。はい、じゃあここに水を入れ、ここに水入れましょう。はい、水が準備できましたね。入れましょうね。はい、よいしょ。これは適量でいいですよ。適当でいいですね。はい、この食材を入れます。食材一個ずつやるよ。一、はい、個ずつね。これ一つ気になるんだけど、あの便座はおろして混ぜるの、それとも揚げて混ぜるの。揚げて混ぜるよ。お好みに。じゃあ入れて。おー、入った。どうなるどうなる。あ、なんかもうすでに溶けてる感じがするよ。ほら、なんて出た？なんか出てきた。出てきたか、何かな。スクエネ。あ、スクエネ。あ、よし。おー、なんだ？骨。骨ちゃん？もしかしてワンちゃんの骨。ワンちゃんのおやつだ。おやつにまで顔がついてるなんて。あー、かわいそう。食べられるのが。じゃあ次私行きます。はい。あれ、あれ取れない、取れない。カーボンベイビーミーズ。壊さないように気をつけて。うん、これぐらいがいいかな。少ないよ。本当にこんぐらいの本がね、スライムみたいに作れるの。どのぐらい入れたんですか。こんぐらいです。めっちゃ少ない。めっちゃ少ないね。じゃあまずこの1個目。はい。ちゃんと溶けるかな。溶けて、溶けて、溶けてったら溶けて。あ、なんか白が出てる。なんか白が出てる。かわいいかわいい。ミンチは食べさせないでしょうよ。なんか黄色い。アメちゃんみたいなの出てきた。本当だ。キャンディー。キャンディー。キャンディの模様だ。あ、でもなんか溶かしたところもちょっとなんかドロッとした感じかな。ちょっとすくってみて。うん、ドロッとしてる。まだちょっと水っぽい。そっかそっか。はい、じゃあ次にパパの番ですね。はい、そうです。下を下ろすスタイル。はい、下ろすスタイル。バブタブスタイル。バブタ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 ブ入れました。でかい。なんか一番分厚さがあるんですよね。じゃあ入れます。はい、投入。トピッ。お、溶けた溶けた。なんかピンクっぽいね。水が多いとさ、取り出しづらいね。うん、なんでしょう。あー、ウッピー。顔ついてる。顔ついてる。あ、ついてますよ。あ、ほんとだ、かわいい。なんでウッピー。じゃあ、私2個いっぺんに入れちゃうの。私いっぺんに入れる。わー、せーの、わぁ、なんか救えたよ。全然出ないんだよ。全然救えない。手でいい、手でいきな。やば。おわ、おーちゃん、ビアンキーに手を。お、アメちゃんだ。え、かぶったか。ウンピーがない。まあちょっとかぶった。これウンピーだよ、ウンピー。え、これウンピーなの。嘘。これみかんでしょ。ね、みかん、なんだろうこれ。なんかよくわかんない。これみかんのグミ。ここのさ、この部分がなんだろう、ね、何みたいな。わかんない、謎。じゃあまーちゃんも2個両方入れちゃおう。はい、はい、じゃあスライムになるのか。そうだね、まーちゃんの場合はそれも注目してみよう。お、なんかめちゃめちゃかぶってきた。ほんとだね。ピン、え、なんかかぶってない。え、パパと、あ、違う、骨。骨、ほら、おーちゃんが一番最初に入れた骨。あとあれ、みかんみたいな。あ、色が違うんだ、おーちゃんとは。こんな感じです。二つ一遍に。うん、チャボン。あ、すごくふにゃふにゃになってる。これスライムになるんじゃない？スライムじゃん、これ。おおおお、青色のキャンディ。
お、出た、いた。お、みんな骨やん。豚って骨食べるっけ。豚は雑食だから砕いてあげれば食べると思います。マジレスすると怖いね。じゃあ寸劇の始まり始まり。まだかな、まだかな、まだかな。あ、ごめん、おばちゃん、待った。うん、待ってて。あ、ほんとごめん、ちょっと、ちょっと寝坊しちゃった。あれ、ばあちゃんまだ来てないの。おはよう。おはよう。遅いわ、あなた。もう何時登ってんの。今日朝ごはんいっぱい食べてきた。なんで。みんなここでピクニックって約束したじゃん。もう仕方ないから。何食べたの。お菓子。何のお菓子。キャンディーとかみかんのグミとか。美味しそうなんだ。おーちゃん食べようか。もう、うん、おーちゃん何持ってきた。私はね、うん、飴とみかんグミと骨。私持ってきたものは骨とキャンティとウンピ。ウンピ。ウンピだよ。みんなウンピ食べたことないの。食べたことないよ。じゃあ私先食べるね。あ、ちょっと待って。私ね、お母さんにね、骨をさ投げてもらうから食べに行くんだ。見て、食べや。どういうこと。じゃあ私投げるね。はい、ポン。あ、ね、え、食べたの。うん、なんだよ、私も食べたいわ。じゃあいただきます。これも食べたい。パクッ、パクッ。あー、パクッ、うまい。お母さん投げて、ポン。あー、パクッ。なん、投げないと食べないスタイル。うん。あ、私おトイレしてきていい。あ、いいよ。私もおトイレ行きたくなった。はぁ、すっきりした。わー、いっぱい出た。すっきりした。あー、おトイレ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 。なんだか私もトイレしたくなった。トイレして、おーちゃん。はぁ、すっきりした。やっと、やっと私の番だ。おトイレ、おトイレ。ゲー、流してないじゃん。あ、流さないか。よし、私の番だ。ちょっと空中を浮くスタイルです。皆さん気にしないで。ですおー。おー、すっきりした。あ、いっぱい出た。しかも臭い。あれ、なんか4個入ってるよ。え、おーちゃんの一つ流してない。次はちょっとこれやってみようかな。もういろんな食べ物あるから早食い競争って。そう、30秒で何個食べれるかで、口の中に入ってる個数が多い人が勝ち。片手でね、両手でこれ入れるのはダメだもんね、うん、とりあえず個人戦でいいかよ、はい、最初私ね。じゃあいいですか、初めて。あ、おーちゃんから。はい、2、1、スタート。ちょっと待って。はい、待てないよ、早く。もう時間が流れてるよ。今せっかく口入ったのに、なんで出しちゃったんだろう。頑張れ、頑張れ。何個食べたんだ。頑張れ、今10秒ぐらい経った。みんな次の食べて、うん、ゆっくりでいいよ。5、4、3、2、1、ストップ。はい、はい、どのぐらいお口の中入ってるかな。そのまま0個。0個。全然入ってないの。もしかしてお尻から出ちゃったんじゃない。ああ、じゃあお尻の穴塞ぐ、うん、お尻の穴を塞ごう。ちょっとね、ティッシュで穴塞ぎました。はい、改めて30秒ね。じゃあいきますよ。5、4、3、2、1、スタート。頑張って、頑張れ、頑張れ。はい、10秒経過。頑張れ、頑張れ。焦らない、焦らない。5、4、3、2、1、終了。何個かな。0個。焦っちゃうね、焦っちゃうね。さっきこれ1個入ったのに。じゃあ次、まーちゃん行くか。はい、まーちゃん行きましょう。なんで今日は、うん、3個ぐらいは行きたいよ。なるほど、現実的。行きますよ。3、2、1、スタート。案外難しいですよ。
まーちゃん、言ってる？5、4、3、2、1、終了。もう入ってるよ、入ってるよ、入ってる、はい、どんぐらい入ってる。じゃあ、はい、結果発表。1、2、3。おー、おー、難しい。結構難しいね。4個入ったんだけど折れちゃう。はい、じゃあ次はパパ。いや、まあ、まーちゃんには負けません。なるほど、4個以上ってことね。そう、わかりました。準備はいいですか？いいですよ。はい、3、2、1、スタート。カーン。ちょっと1秒ロスしたと思うけど今のカーンで。はい、10秒経過。あ、なんか作戦がありますみたいですね。5、4、3、2、1、終了。え、なんかすごくない？まーちゃんがなんか不安そうな顔に。ちょっと待って。いいですか？いいですよ。何個入ったかな。はい、1、2、3、4、5、6。5個ね。5個。おー、パパの優勝です。珍しく喜んであげて。パパ本気出したよ今日は。そんなの勝っちゃいけません。こんなことになってしまいます。はい、俺の争奪戦やりますか。争奪戦、全員で、全員で、全員で30秒で、はい、何個キャッチできます。はい、3、目標は2個。1、スタート。パピキー、パピキー、パピキー、パピキー。あー、で10秒経過。キャピーピーピー。お、ちょ頑張れ頑張れ。残り10秒。落とした人ちゃんと拾ってください。5、4、3、2、1、終了。ストップ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 。このボクちゃんは。じゃあ結果発表しましょう。結果発表するよ。はい、じゃあ行きましょう。おーちゃんは0。おーちゃん。あ、入ってる？はい。入ってた。せーの。はい。1、2、あ、1個。3、4。おー、争奪戦はまーちゃんの勝利。おーちゃんとパーパーはドローン。ドローン、ドローン負けだろ。はい、じゃあ今日は海外のトイレのおもちゃで遊びました。はい、ちょっとね、一つかぶっちゃったので残念でしたが、すごい、ルイくんがうるさい。はい。おい、ママ。え、今更なんだけど、今すごい発見したよ。何これ？ほっぺたあるんだよ、ここに。貯蔵庫みたいなさ。あ、本当だ。隠せるんだよ。とっても面白いおもちゃなので、はい、もし手に入れたらぜひぜひ遊んでくださいませ。遊んでくださいませ。まちゃまちゃん、どうでしたか？楽しかった。楽しかった。グッドボタン押してね。チャンネル登録もよろしくお願いします。ひまわりサイダーのじゃんけんぽい。びっくりした。東京でしたよ。勝った人は明日勝てるかも。何や、すごい勝ちたかったんだね、おちゃん。勝ってる人は明日いい運出るかも。それも大事。大事。バイバーイ。かわいいかわいい忍者トロン。ルイルイかわいいな。食べました。はい、皆さん、はい、お知らせでございます。はい、はい、まわりチャンネル、新しいグッズ出ました。イエーイ。 T シャツ柄が2種類新しく登場しました。そうだね。次はじゃじゃーん、ひまわりクッション。イエーイ。お、まーちゃん、おーちゃん入ってるね。かわいい。それから、はい、マグカップですね。これ、パパとまーちゃんがしてる種類でしょ。私の
着てる種類もあります。はい、 T シャツのね、はい、柄と一緒ですよ。それからじゃじゃん、こっちが iPhone8 Plus、 iPhone7 Plus のハードカバーケースと、こっちは汎用手帳型ケース L サイズです。おー、ちょっと大きめのスマホに、ね、中はこんな感じです。はい、こんな感じで新しいグッズが増えましたので、ぜひぜひ欲しい人は下のリンクから質問ページに行ってね。はい、それにひまわりオリジナルソングも iTunes とかいろんなサイトでダウンロードできるので、そちらもぜひダウンロードして聴いてください。はい、聴いてください。よろしくお願いします。で見てくれてありがとう。チャンネル登録お願いします。次の動画も見てね。バイバーイ。